ソニーの EVS の機能性を特徴づける5つのアプリケーション事例をご紹介します。液滴モニタリング。蛇口から流れ出る水流は液滴として捉えることが可能です。同一データからスローモーションや特定時間の動きを切り出すこともできます。これにより従来では捉えにくい液滴の動きを観測できます。人物トラッキング。 EVS では撮影環境に依存せず動く人のシルエットを抽出することができ、動いている人以外の情報は出力しません。機械学習モデルにより検出した結果、暗い場所でも歩行者として認識され、追い越しても走っても捉え続けます。金属加工モニタリング。 EVS では高速で飛散する火花を一粒ずつ確認することが可能です。火花や回転している機材以外のジグなどの情報は出力しないため、加工状態のデータ分析を容易にします。 3D 計測。 3D 計測レーザー光の反射光を撮影し物体を計測します。基準面の反射光と非測定物の反射光の位置のズレと時間情報から3D イメージを生成。反射光が EVS に戻った点のみその高さ情報を取得し、ポイントクラウドとして出力します。振動モニタリング。 EVS では揺れや上下動がある振動している部分のデータのみが出力されます。振動に対して各ピクセルごとに周波数値を取ることが可能です。EVS の可能性は、車両や工作機械の不具合を故障前に察知すること、輝度変化から中間フレームを補完することで擬似的にハイスピード映像を作り出すこと、高速なスポーツシーンを捉えアクションを解析することができたり、車の速度や人の動きを捉えることでスマートシティの実現に貢献するなど、さまざまな分野に新たな視点を広げます。 EVS による機械の目は、人の視覚をはるかに超えた次元の現象を捉え、その新たな情報価値が人の営みを変革へと導くかもしれません。イベントベースビジョンセンサー、ソニー EVS。